まあ、もともとやっぱスキーが好きで、で山を滑るようになって、で山を滑ってるとやっぱ沢を滑るっていう最後で、沢登るようになるとやっぱりどうしてもクライミングできないと、まあ、ちょっと楽しみきれないっていうところに気づいて、それでまあそれのトレーニングとしてクライミングもし始めたら、まあ面白くて、冬場のために沢に登って、そのためにクライミングをしとくとさらに質の高い活動ができるなっていう感じでハマってたっていう感じですね。まあクライミングだともう岩場、基本岩場だし、まあ、山に入る、自然に入るとやっぱり常に水だったりとか、まあ、天候もそうだし、ライフプルーフがない頃は、まあ、防水ケースに入れたりとかしてたんだけど、まあ、それがなく活動できて、で何も恐れずに使えるというか、写真撮りたいなと思っても沢でいちいちカバンから防水バッグから出して手を拭いて 乾かして撮ってまたしまってとかっていうのが、もう普通にこの辺に入ってのをポッと撮ってパッと撮れるっていう、ラフな活動しかしてないので、やっぱり必要不可欠な感じですね。